はい、新年明けましておめでとうございます。明けましたね、年がね。はい、去年もねこんな感じだったと思うんですけど、年明けの動画、今年の年明けもみんなと一緒に過ごしたんですけれども、残念ながらバズレーさんがお家にいるという悲劇本当に悲劇だよねっていう。まあそこはいいとして、そうですね、去年1年本当ありがとうございました。たくさんね動画見ていただいて、そうですね、まあちょっと新年一発目の動画なので、ちょっとまあ去年を振り返りつつ、そして今年のまあ目標とかまあそんなにないけど、そうだね、そうねまあ去年1年そうね、夏ぐらいからかな、なんか突然朝にも動画をね上げ始めた。確かあれしんちゃんが原因だった、原因って言い方よくないね、しんちゃんから始まったんだと思うんだけど、もうほとんど毎日3本動画をよく自分でも上げれたなって今思うね、改めてね。多分これからもねコンスタントに動画は上がっていくと思うので、でもそう今後ね、そうそうそう、今は基本多分ガルモとかモデビューとかそのいわゆるファッションゲームと、今だとファイアーエンブレムとか、あとエグリアとかその RPG、 それと朝ポケモンかを上げてるんですけど、そうですね、今後もだからちょっと RPG がねやって好きなので、 RPG もちょっともっとやっていこうかなと思っております。そうですね、まあ、ちょっとこの後多分今日中には多分上がるんじゃないかなっていう、まあ、新しいゲームとかも多分始まると思うんですけど、そうですね、 RPG、 あとそうね、今年やろうと思ってるファッションゲームって言っていいのかな、あれはなんかコメントというか、あれは何でもらったんだ、質問箱かな、でもらったコスメチックパラダイスだったかなっていうゲームをねちょっとやっていこうと思っているので、なのでそうですね、そのいわゆるファッションゲームっていう部分もコンスタントにやっていくので、今後も、今後というか今年もねお付き合いいただけたらなと思います。ちょっとね苦手なんですよこういうフリートーク、どうしようって感じね、どうしよう本当ね、しずえさんバーンもうなくなっちゃうよ、クラッカーもらった分がもう。そうですね、まあ、本当今年もね本当にお付き合いいただけたらとでもあれですね、本当、まあ、毎年言ってるけどあれですね、このゲームやってほしいなとかあったら全然言っていただいたら、できそうなものはやるので、そうですね、ちょっと今カット入ったと思うんですけど、何言ってるか何喋ってるか分かんなくなって去年そうですね上げた動画の中だと、私は僕夏が結構印象深くて、なんか毎日毎日ちゃんと撮ってて、で毎日あ編集しろ編集、間に合わないかもしれないとか思いながらやってて、そうですね、でも楽しかったですね、なんか夏リアルタイムにやっていくの、なので今年の夏もきっとやると思うので、その時はまたね、だからもう夏の話を今からしてるのやばいねって思うんだけど、でもあっという間に来るからね、ほんとね、はい、ということで、まあんまり長々喋っててもね、あれなので、だって今、もうすぐ1時来るからね早いね、はい、ということで本当に今年もね、よろしくお願いいたします特に変わら今までと変わらずマイペースにやりたいゲームを投稿するだけだと思うんですけど、はい、ということでクラッカーもなくなったので終わりましょうかね。あれ、私待って、ペンライトもらってないんだけど今年、ごめん、そっか、年渡越す前にはあなたと喋ってなかったわ、ごめんなさい、あ、もらったわ、ごめんなさい、タヌキとは喋ってたんだけどね、ごめんなさいねよし、
はーい。はい、ということでこの辺で終わろうかなと思います。大丈夫？なんかまとまってる会話、まとまってないよね、ごめんなさい。ただただ言いたいのは、今年もよろしくお願いしますという、はいはい、ということで今年もよろしくお願いします。バイバイ。